神様、あなたは世界を流されている。そして見えないところに宿っている。
から差し込んできた大空の光、あれは一体何と聞くと、あれは天使のはしごだよと教えてくれた。太陽と比べ物にならないくらい大きくて優しい光、それはまるで大きな神様の背中のように見えた。光が見えない人にどうやって太陽や月や星を教える。風や波の音を教える。神様を信じられない人にどうやって神様の存在を教えるの。体が冷たくなって冷えてしまわないよ。一人で寂しくなって泣いてしまわないように。ずっとそばにいてあげるからね。優しくて愛しい母のぬくもり。その背中は大きな神様の背中のように見えた。もう少しだけ、私の橋を見た翌朝、旅立ちを決意した。決意した。本当に大切なものは何か。守るべきものは何なのか。知る。
鳥が鳴いて羽ばたく姿も森が色を染めていく姿も背後を風が通り抜けた。なんだか背中を押された気がした。神様あなたは